あ、今いつも考えてる飛んじゃった今。すいません。やばかった。魂がって言ったらどうしようかと思って。いや、そう、写真なんていうんですか、ツイッター僕好きでやってますけれども、ツイッターのなんていうんですかね、出てくる写真っていうのってとてもいろんな、なんていうんですか、アマチュアがたくさんの写真を撮っているんだけれども。あの結構いいね、写真があると思います。多いですよね、あれカメラの質ってのもいいんですかね。カメラの質が良くなってますね。あ、相当良くなってますね。もう iPhone で十分いい写真が撮れる。 iPhone スマホですね。僕は人物の写真を撮るときずっと、読書感想文だって言ってたんですよ。つまりその方をこう見て、まあ、読書をしたときに自分はこういうふうに思ったよっていうのを、僕は写真を撮って、でこの人はこういう人だっていうのを、まあ、写真として書いているっていう写真、まあ、カメラが便利という魅力があるんですけども、そういう意識で撮っていたんですね。ただなんかその最近そこまでこう真剣に向き合うという写真全般的にそういうものじゃなくなってきてる気がするんですよ。いろんな、だから最近写真って剥製、風景の剥製じゃないかな。ちょっとなんか喋る言葉が抽象的なんですけど、いろんなところでだからいろんな人たちがいろんなものをこう持ってきて、でそれをこう展示している、風景をこう自分で切り取って展示している、ただなんとなくそんな感じがしていて、ちょっとうまく言えないんですけど、複製っていうのは本物ではないんですよね。本物が本物じゃなくなった状態、本物が別だったものが本物じゃなくなった。なるほどってことですよね。ああ、なるほど。本物だったものをこう持ってきて別な場所に展示している、うん、なるほど。ああ、なるほど、なるほど、ああ、なるほど、でも写真のあるべき姿っていうのはそうではない、ね、写真のあるべき姿っていうのは僕ね、まだ答え出てないんですよ。どういうものなんだろう。あ、なるほどな、はい、いい写真とか悪い写真とかよくわからないですけど、はい、好きな写真とかありますよね。ありますね。見てカレンダー見てみたって、 どのカレンダーが好きだとかっていうのってこう、それってやっぱその写真のなんていうのかな、その好きとかね、好きじゃないとかっていうものが占める率って多いような気がしますね。そうですね、写真の好き嫌いっていうのはあると思いますね。はい、いいじゃないですか。はい、あ、クマスターから、どうぞ。文化振興基金あるじゃないですか。そうですね、だから他の市区町村にしてみればやっぱり羨ましいなっていう限りだと思うんですね。しかもそれがソフトに使えるということで、そうなった時に本当に佐久の市民の皆さんに、いかにこうたくさんの芸術文化を届けられるか、そうですね、どんなものを皆さんが望まれているのかとか、ね、その辺がちょっと分からないんですが、まだ、ね、どんなものがいいと思われますかね、これからの佐久の。やっぱどういうものということよりも、たくさんの方が何ですかね、参加する形、入場する形というものが、鑑賞型としてはですね、望むそうだなというふうに思うんですよね。大島渚がどういう映画がいい映画かっていうと、売れた映画がいい映画なんだっていうんですよね。それをたくさんの人が見たいと思ったから、そういう現象が起きる。どんなに哲学的であったとしてみても、多くの皆さんが見たいと思わなければ、それは映画というものは成立をしないっていうのがいいんですよね。いい映画とは、たくさんの人が見たいと思った映画なんだということなんですが、そういった分野は問わずですね、そういった、支持が広がるですね、いうものが私は広がれば嬉しいなと思いますね。いわゆるストリートの文化がもっと湧き上がっていいと思うんですよね。だからナビゲーターのね、さやかちゃんがやってる雑誌とか、ああいうのなんかね、もっともっといろんな人たちが作って、もっともっと喧嘩するような、喧嘩っていい意味で競う形でやっていけば、そのいわゆるアカデミックの頂点の方もそこの影響を受けて変わってくるかもしれないですよね。なるほど、なるほど。あ、授業団はいわゆるホールの指定管理ということで、コスモホールを
ヨーロッパなんかはそういった、まあ、ホールに限らず文化サロンっていう、はい、こうそういった、まあ、考え方があって、うん、そこでアーティストであったりとかパフォーマーが集まって、うん、けんけんごごいろんな作品とかいろんなそういった文化について芸術について語り合う、うん、でそこに、まあ、市民の人たちがもしくはあの地域の人たちが来て、はい、一緒に聞いてまた自分たちもアイデアを出したりするっていうそんな考え方っていうのが、うんまあ、できれば本当に、ね、あのコスモホールの中で生まれてくるといいななんて思うんですね、うん、とあそこがサロンになってそういっていろんなものをもう考えたり生み出したりしていく場になっていくっていうようなことで、うん、そうするとなんかもう少し皆さんが考えてたり、うん、こんなものをやりたいとかこんなものをあの読んで、見たらどうだろうかみたいなものがもっとこう身近なところで聞こえてくるんではないのかなみたいな、うん、ぜひ子どもたちにですね、たくさんの舞台芸術に触れてもらって心を豊かに、いろんなことを考えてもういけるような、子供たちになってもらいたいなってことで、今計画してるんですけども、そういった子供の楽しみですよ、ね、ものなんかはどうでしょう。ぜひもう一度いろいろ私ですね、私が野沢小学校1年生の時の小学校6年生が野沢さんなんですよ。私は小学校1年生の時から、ね、あの記憶してます、まあ、兄の同級生ということもありましたけれどもその時に野沢小学校では学芸会というのがあったんですよ。ありましたね。で、一クラス一つの演劇をするんですよね。考えてみるとサブログ18の舞台を見ていたのかと思うと18の舞台があって、っていうのっていうのはとてもこう、なんですか、驚きの数なんですけども、その中でとても何て言うんですか、自分自身が演劇をするというのは緊張もするし、うん、嫌なことだったんですけども、なんか終わってみるとね、とても楽しいことでもあった、うん、で、あの他の人のあの劇を見るっていうのも楽しかったですよね、うん、私は小学生だと思いますけども、佐久市総合体育館で「泥かぶら」というあの何て言うんですかね、演劇を、はい、見る作家ですね。そうですか。あの、それをね、あの全ての小学校が集まったのかどうかは分かりませんが、そういうのがあって、多分あの前山、美穂さんっていう方がやってる、だから結構ね、シリアスっていうかですね、考えさせられるようなあの物語だったですよね、そういったものを見た時に、なんか子供としてなんかこう神妙に聞かなきゃいけないな、うん、見なきゃいけないなっていうそういう気持ちだったし、うん、なんかこう演劇に触れるっていうのはあのとてもなんかこう楽しいことだと思いますし、ある意味で言うとこう、なんていうんですか、子どもの楽しい時間っていうのはあのこうきっと彼にとってテレビもね、ゲームも楽しいと思うんですけれども、うん、演劇っていうものをこう、なんていうんですかね、提案した場合に受け入れられる人っていうのが僕は多いんじゃないかなと思いますし、うん、その時にこうパチンと弾く人も、弾ける人も自分の中でいるのかもしれないし、あのそれがこう、なんていうんですか、すでにこう弾けていて演劇というものの欲求がとても高い人たちも外からこう、ね、うん、集まってくるようなことがあるといいなと思いますし、うん、少しそういう、層の厚い、ね、サキットになりそうなので、ね、そうですね、あの20以上の団体、音楽団体とかその演劇団体、それとあと300人以上の、プロの俳優さんだったり演奏家が来ますんで、賑やかになると思いますんで、はい、すごいですね。子供たちには本当にあのサーキットのようにぐるぐると劇場というか試作市内のホール回っていただいて、うん、あのたくさんのものに出会っていただければなという初めてのね、はい、出来事ですからね、はい、多分大きな取り組みになると思いますので、うん、ぜひまたお力を貸していただきたいなと思います。はい、ということでもう本当に、いっぱいまだまだお話をしたいんですけども、そろそろお時間になるということで、なんか最後に、何か一言ずついただければと思います。はい、ね、はい、そうですね、まあ、とにかく楽しいことが、もう自分にとって楽しいことをまずやっていけば何かこう見つかっていきますよね、きっとね。なんか楽しいことをやっていきながらその輪が広がっていけば何か一つのこう文化につながっていくような気がしているんですよね。はい、はい、ありがとうございます。ね、あのあれですよね、試練から逃れるっていうことはできないんだと思うんですけども、考えてもしょうがないことってあるんですよね、うん、あの嫌なこととか
ちょっとあまし好きではないというか、そういう人もいるじゃないですか、人もいるなんだかってね。で、そういうことを考えていることっていうのは、あまり時間の使い方として有効じゃないと思うんですよね。で、人が生きていく中で楽しい時間っていうこととか、笑顔でいられる時間っていうのがありますよね。で、その時間が長ければ長いほど楽しい、いい人生というかね、いいことだと思うんですけどね、そういう時にしたいというふうに思いますし、そういうのが写真とかね、芸術だとか、舞台だとかいうことって、そういうものをこう後押しする道具だと思うんですよね。そういうことがたくさんのね、今年になればいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、今まで、どちらかというと舞台芸術っていうのは見る側とやる側っていう二極で一方通行だったんですよね。うん、でそうではなくて、これからは相互通行にして、見る、それからやるだけではなくて、そこではいろんなことに体験したりとか考えたりとか作り出したりとか、そういうようなことで、ますますこう賑やかな、ホールにしていくことができればなっていうふうに今思っているので、うん、ぜひ期待していただければなというふうに思います。で、佐久の、芸術文化は本当に楽しいぞと言って見て触れて演じて、もう丸ごといっぱいこうなんか、楽しめるような、そういうものを目指していきたいなというふうに思っておりますので、一つまたいろいろとお力とご意見をいただければというふうに思います。本当に今日はありがとうございました。はい、柳田誠二作市長と、それから写真家の、野沢博道さんにお越しいただきました。またぜひ機会を設けてお話を伺えればなというふうに思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。パッケージ型自動消火設備スプリークス、素早く確実に消火できる注目度抜群の消火システム、消火性能、安全性、消火スピード、設置条件の柔軟性、維持管理の簡単さ、スプリークスならローコスト、工期短縮、そして省スペース。株式会社トータルセールスプロモーション信州。華やかに、そしてあでやかに、時と場所によってさまざまな色を見せてくれるもの、大切な記念日を着物で彩ってみませんか。さて、新春対談の模様いかがだったでしょうか。佐久の芸術文化がますます盛んになっていくようで楽しみですね。はい、さらに今年の夏には子供たちへの一大プレゼントも用意しております。子供たちのプレゼントですね。はい、名称は児童青少年のための芸術舞台芸術フェスティバルキッズサーキット in 2016、そういう名称で、折に触れこれからご紹介していきますので、皆様楽しみにしていてくださいね。特に、お嬢ちゃんやお坊ちゃまですね。日本を代表する20以上の芸術団体が作に来るんですよね。はい、なんだか夢が広がりワクワクしますね。夢は見るもんじゃない、叶えるもんだ。一員がそんなことを言っておりましたが、はい、私たち作詞文化事業団もその言葉のように一つ一つ、形に変えていこうと思っております。はい、さてこの番組に対するご意見や講演、イベントの情報などもどしどしお寄せいただきたいと思います。文化事業団のホームページや Facebook などでも情報を掲載してありますので、ぜひアクセスしていただきたいと思います。お待ちしてます。はい、お待ちしております。今年も鑑賞事業、それから一種公演事業、復旧啓発事業と、市民の皆様に楽しんでいただけるプログラムやミッションを、たくさんご用意してお届けしてまいりたいと思っております。ご期待ください。はい、なかなか着物姿似合ってますね。本当ですか、ありがとうございます。はいはい、館長も素敵なお着物をお召しですね。そうですか。孫にも衣装になってません。大丈夫です、とてもかっこいいです。ありがとうございます。もう素敵なんてもうあんまりにも古くて、いつ言われたか忘れちゃいました。本当ですか。はい、いくらでもいますよ。素敵ですよ。こうやって季節の節目や折りがあれば、また着物当ててみたいと思います。そのためにも、はい、そのために、はい、松開けて、はい、食べ過ぎた体をシェイプアップ。頑張りましょう。はい、佐
福祉文化事業団プレゼンツ広報情報番組ライブトゥーハート、提供は佐久市文化事業団でした。それではまた。